はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、まあ初のコーナーというか、コーナー、まあ、今まで YouTube ではなかった感じの動画を撮っていこうかなと思うんで、はい、記念すべき第1回目は、こそ塾の話っていうか、まあ、こそがけと、まあ、こそがけやね、とこそ塾の、まあ、セッティングのお話ですね。結構質問とかもいただくんで、まあ、その辺をちゅうべさんに話してもらおうかなと思います。はい、ね、まずジギング行った時のこの針のセッティングをどうしたらいいのっていうのをよく聞かれるんですよね、うん、で、まあうちホームページ、ガンクラウドのホームページのおすすめセッティングっていうのは出させていただいてるんですけども、まあなぜそのセッティングがおすすめなのかっていうのとか、ちょっとまあ深く掘り下げて針のセッティング、まあ、ちょっと説明していけたらなと思ってます。はい、で、まずね、この針のセッティングの基本は、まあ、これちょっと今ジグあるんですけど、それはこそジグ 120g、 これ 120g で、一応うちのおすすめセッティングとしては前がパイクの20の、1.5、 リアがシュワリの3の 2cm っていうのがおすすめなんですけど、まあ一応こういうね、前後つけるのが、まあ、ジギングの基本なんですね。で、一番の注意してもらいたいのは、ここの長さとここの長さをこう絡まない長さにするっていうのがね、大事なんですよ。こことここが針と針がね、引っかかってしまうと、それだけでこうフッキングチャンスを逃してしまうんで、まずはこことここの長さをまあ合わせて、ジグの長さによって変わるんですけど、こう引っかからない長さ、ギリギリの長さにするのが、まあ僕の中ではまあおすすめかなと思ってます。で、まあ簡単に言うと、針って僕の中ではこう大きい方がいいっていう基本的な考え方があるんですよ。まあ、限界値まで大きくしたい。で、あんまりでかすぎるとやっぱりこうジグにも針が引っかかったりとか、そうすごい干渉したりすることがあるんで、はい、なんですけど、できる限り大きい針のこう絡まないサイズっていうのを、絡まない長さですね、こういうセッティングにしてます。で、なぜ大きいのをしたいっていうのか、はいはい、っていうと、まあ、ジギングやってる人ってよくわかると思うんですけど、何来るかわからないっていうのがあるんですよ ね、 すね、うん、例えば水深 10m ぐらいでもブリがいきなり来てきたりとか、で、そこで針が伸びてしまったとか、うん、悔やまれるバラシやと思うんで、できるだけそういう、こう要素をなくしたいっていうのがあるんで、できるだけこう針は大きめの針を使ってほしい。ただそのいろいろね、針の大きさもいろいろあるんですけど、まあこれ、まあ、一番これ言うと分かりやすいかな。これ、この針であって、レンコもう一個絡む場所って、どこから分かる？これ、これ見分かりにくいかな。もう一個絡む場所、うん、これ。こう針が、針だけで、ライン別でね、ないとき。これ、このセッティングやったら針かからへんねんけど、はい、これもっと大きい針つけると、はい、このルアーにこう乗っかる場合、ね、ああ、膜みたいな感じで。膜またいもあるんで、ありますね、まあ、そういうことを、が起こると、またこれもね、せっかく食ってきた魚をフッキングできないっていうことが起こるし、で、何よりもそういうとこ引っかかった状態だとジグがちゃんと泳がないんで、バイトがもう極端に減ると。大きい針って言っても、このジグを巻かない針の大きさっていうのを、まあ最初のセッティングでやってもらえたらと思います。で、まあ今度出るね、このセミロング、こそジグはこうよく僕も書いてるんですけど、こう左右対称ですよね。なんよね。でも今度セミロングってこう左右非対称になってるんですよ。うんうん、で、こういう場合、針のセッティングで気をつけたいのは、まずね、これまあ長さの話とかはまた後でするんですけど、この上に来るようにつけるよね。わかる？この上側に針が来るように。はいはいはい。ちなみに選び方は、ショートジグとセミロングでも大体似たような、基本は一緒やけど、セミロングの場合はもう絶対に絡むことってないやん、うんうん、絡むことがないっていうことは、針と針が絡むことがないんで、うんうん、今度はこの針を巻かないっていうね、この、はい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 、ここのさっき言ったこうジグに引っかからないっていう、はい、大きさをまあ選ぶっていうのがまあ一番大事、うんうん、で、垂らした時に針がこの上っ側ね、このスパッとなってる方に来るようにする、はいはいはい、うん、平たい方の上っ側に来るようにする、うんうんうん、これ何でか分かる？ラインに絡まないようにする、じゃなくてね、これ上に来た方が
ホールが綺麗に落ちるんです。アクション系なんですね。そう、針ってホールの時こういうパラシュートみたいな役目するんですけど、これがシュタッカーから出ると事故を干渉するんですよね。だから、見えるとこでこう動き見てもらったら、水深で、港とかでこう見てもらったら分かるんですけど、上につけてやる方がすごいこう動きがナチュラルというか、安定的な動きをするんで、ホールがね。後ろに関しては、上も下も関係ないんで、もう適当につけてもらったらいいんですけど、これが、セミロングつける時の針の基準、基本というか基準で、今回は、僕の今の最近やってるおすすめのセッティングっていう感じなんですけど、前が長い、後ろが短い、それはどういった、俺が質問しようと思った針の長さ、後ろが大きい針ついたりとか長くするっていうことで、後ろに引っ張られる抵抗がすごいかかるんで、ジグのアクションがちっちゃくなってくる。で、例えばセミロングでこう 200g とかだったら、やっぱ深いとこ釣りたかったりするんで、ちょっとジグをやっぱり動かしたいんですよね。動かしたい時は前に長く、後ろを短く。じゃ針の抵抗を利用してアクションつけてるみたいな。そうそう、やっぱり前に重みがある方が動くから、でこう動くときはやっぱり針がこうね、こうなるから、この時のこの重みも使う。で後ろはこのパラシュートみたいに大きくすれば大きくするほどこうブレーキかけてくれるんで、このブレーキが良かったりするときもあるんで、抵抗を利用してそうジグの動きを抑えるっていう。だからちょっと深い話になってくるけど、魚種と状況と合わせてこう、例えばこの長さをこう調整してやるっていうのは今度大事になってくる。結構変わるんですか、それで。もう全然動きが違う。だからここにね、これ4番つけてるけど、もっと大きい針、長いアシストラインとかでするともう動きがやっぱり2割ぐらい落ちてくるんじゃないかなという。あ、そんなになんですか。これが深いとこ行ったら余計にその影響出てくるんで、これはちょっと覚えておいてもらったらいいかなと。そうですね、だから深いところでちょっと銃動かしたいなという時は針ちっちゃく、後ろの針をちっちゃくしてっていうのがまず一つ。ホールの時はリアフックにかかるっていう原理をよく話してると思うね。魚って結構進行方向、例えばこう動いてる、例えば魚がねこう目あってこう泳いでますっつったら、広告にもねこの頭から頭から押さえに行くから、フロントフックがいいんですけど、リアフックかかる原理ってホールってこう下から落ちていくから、シャクとあともこう行ってこうバックスライドしたりするときはやっぱりこっちが進行方向になるね。だからこっちを食いに行くんです。で、リアにかかる場合とフロントにかかる場合って上げてくるときにメリットデメリットがすごいあって、フロントにかかると魚がここにかかった状態でジグがこう振ったところでリードがこうやからそんなに振らないね。で右でする確率が、もちろん右ではするよ、するけど右でする確率が低い。けどリアはここにかかってこいつがこいつ振ってここも振るから、こうすごい右でをしやすい。だからちょっと今日食いしぶいなとか、右で多いなってなった時は逆にこのここを長くすることでこの可動域をちょっとでも長くしてバレを防ぐっていう効果もこのアシストラインの長さで決めることもできるっていうか。奥深いですね。奥深いそうで同じことがこのコソジグにも言えるんやけど、コソジグの場合はやっぱりどうしてもショートやから、ここでかかってもここでかかっても、こいつがこうアシストしてくれたりとか、やっぱりしやすいね。だからそこまでシビアになることはないけど、やっぱりリア長い方が動きを抑えてくれるっていうのは間違いないから、そこの動きのアクションをつけるっていう意味で後ろを長くするっていう選択肢は、ちょっと頭の中に入れといてもらったらいいかなと。これもコソジグに限ったことじゃなくてジーング全体に言えることだね。細かなね、そのセッティングは、うちのホームページ見てもらえたらいいかなとは思うんですけど、ちょっとねまだまだこう話したりんこともいっぱいあるんで、ちょっとねさらに聞きたいこともいっぱいあるかと思うんで、聞きたい人はこのガンクラフト YouTube のこのコメント欄、ここまで。インスタの DM でも全然、はい、大丈夫なんで、機会あればまたいろいろ喋っていきたいなと。そうですね、多分
10% ぐらいしか喋ってないから、もうまだまだなんで、はい、はい、まあ今回はこんな感じで終わらせていただきます、はい、ありがとうございました。